始まります。はい。ありがとうございます。松川豊の弾いて歌って笑って泣いてボリューム40ということで40回目にもなりまして、本日はですね豪華なゲスト2人もお呼びしております。今弾いた曲はある日どこかでという映画音楽なんですけれども、時空を超えて恋をする、とても素敵な映画で、これを僕は、後でご登場いただく清水さんに、お招きいただいてカナダの、由緒あるホテルで弾かせていただいたんですね。懐かしい思い出です。それでは早速清水さんにご登場いただきましょう。清水隆さんです。清水隆です。よろしくお願いいたします。どうぞ。では自己紹介なぞ。私は昨年まで約40年間外務省で外交官として22年間海外生活を送ってまいりました。昨年8月に退職いたしまして、現在なんとプロの歌手として今大の人生を歩んでおります。素晴らしい。この私が音楽の世界に入ったも全てこの松川さんのおかげで、私のその恩人というふうに。私のおかげです。そうです。おかげでありがとうございます。松川さんなしでは現在の私はございませんので、感謝しております。とんでもありません。本日共演できて非常に光栄に思っております。よろしくお願いします。ちょうどプロデビューなさる時も僕が、そうです、伴奏にね伺いまして、はい、そうですね、もう満席で好評でしたね。好評だったですね、おかげさまでね。はい、まあ2人で一緒にコンサートをやったっていうのは多々あるわけですけども、ですけどね、はい、思い出に残るコンサート、はい、まず2つございまして、1つはフランスのオーベルシューズ・オワーズジョというその古いお城でですね、なんとフランス人の前でコンサートをしたと。シャンソンを歌われたという。そう、日本人がフランス人の前でシャンソンを歌うということは、フランス人が大阪城の天守閣で演歌を歌うというのとほぼ同じことだと思うんです。非常に冒険だったです、ね、冒険だったですね。私は実際フランス人の前で歌う前はもうどうなることやらと。フランス人は好きか嫌いかはっきりしますよね。もうなんか途中で帰られたらどうしようかと思いましたけど、でそれでやはりピアニストが非常に
大事なんで、松川さん日本から来ていただきまして2人でしてましたけども、そうですね、1曲目が僕オープニングはシェルブールの雨傘を弾いたんです ね、それで、終わった後に、あ、1曲目聞いた時に、あなたはプロですねって言われまして、あ、わかるんだフランスの方みたいな、耳がいいなとか思いながら、おかげさまで本当に温かくですね、もう拍手、そうでした ね、あの大成功に終わって、別にそのフランス語、まあ清水さんは各国語おしゃべりになると思いますけど、僕なんかフランス語大学で4年もやりまして2年で終わるところですね通らなくて4年もやらされましたけれども、でもあの途中から英語に変えていいですかって聞いて、いいよって言ってね、親切だったですね、優しかったです ね、 そうですね、だからフランス人は、あの我々の先入観じゃ非常に厳しくて個人主義で好きか嫌いかはっきりするというふうに、そういうふうに聞いてましたけど、ね、英語で聞いてもフランス語で答える、あの温かい方々で思い出ましたね。でもう一つはその私があの英国スコットランドのエジンバラ総領事をしていた時にですね、松川さんが2回スコットランドにお越しいただきまして、そうでしたね、1回はスコットランド芸術協会で2人のジョイントコンサート、あれもですね盛り上がって盛り上がりましたね、みんなでね、一番最後にこう手を交差させて組んで、蛍の光をですねみんなで輪になって歌うんですけれども、感動的ですね、そもそも蛍の光っていうのはスコットランドの民謡なんですね、でまた松川さんはねフランスであろうとスコットランドであろうと皆さんを乗せるのが天才的なんですよね、そう本当にだからもう和気あいあいで、いやもうあの楽しかったですね、総領事邸にお招きいただきましてね、のぞみちゃん見てる？あ、そう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 、スコットランド見てますか？スコットランドのミサマリアグネス見てる？はい、楽しかったですね。ね、楽しかったですね。いろいろとありましたけど、また今後もよろしくお願いいたします。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。それでは、はい、じゃああの歌の方に参ります。1曲目ですけども、あ、昔の歌という曲です。アルバムと一緒に見つけた昔の歌、基板で擦り切れよれた楽譜よ昔の歌、愛にあふれた懐かしいメロディー、あの心の二人、目に浮かぶピアノの前にあなたの笑顔が溢れる若さと花束に満ちたあの頃の二人、もうしまいましょう思い出と一緒に昔の歌、色の少し褪せた写真と一緒に昔の歌、破れた窓に打つ雨がまだ歌ってる、遠い昔の見果てぬその夢、懐かしいあの歌、二人の歌、ラララ
暮れる若さと花束に満ちたあの頃の二人。その夢懐かしい、あの歌。どうも、古いシャンソンの昔の歌。次の曲はジャック・ブレルというあの素晴らしいシャンソンの男性歌手の涙という曲を歌わせていただきます。でしたっけ、ロレットでしたよね。ロレットの店でございます、はい、すいません、ちょっと順番間違えました、申し訳ないです。じゃあ学生時代のことを思い浮かべて、ロレットの店でということでよろしくお願いします。今でも覚えているよ、学生のあの頃に仲間と小銭出し合い飲みに行ったあの店を、講義が終わるとすぐに駆けつけたものさ、優しく迎えるロレット、試験の辛さも忘れたよ。あの日金がなくて困った時でも内緒で貸してくれたロレット、あの日羽目を外し騒いだ夜更けまで付き合ってくれたロレット、たまには子供のようにあしらわれたけれど、僕らを弟のように愛してくれていた。恋に破れて飲んだあの夜のロレットは僕のそばで夜の明ける頃まで慰めてくれたよ。あの日あの夜の遠い思い出、今は懐かしいロレット、いつかまた行こう、あのママの店忘れもしないロレット。そして忍ぼう若いあの頃を共に語ろう、ロレットとルル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 ルララ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 ラ、ありがとうございます。
もう僕が昔の歌をどうぞおかけになってください、好きなもんですから、無理やりリクエストしちゃいましたけれども、もう完全に持ち歌になってらっしゃいますね。はい、それでは、もう一人のゲスト、ユン・フィスクさんをお呼びしましょう。ユンちゃんです。こんばんは。こんばんは。ユンフィスです。よろしくお願いします。久しぶりですね。どうぞどうぞ、はい、座って喋りましょう。はい、喋りましょう。うん。うん、さだね。この間までミュージカルね、そうですね、出てらっしゃったよね。はい、随分長いお付き合いになる、お付き合いって言っても、ね、あの人妻ですから。あの私そうです、ね、人妻専門ではございませんので。私ね、松川さんといつ初めて、ご一緒させていただいたかなって考えたんですけど、全然思いつかないんですけど、よく目黒の今は亡き根の箱とか、とかでご一緒させていただいてたのを思い出すんですけれど、ね、初めてがいつだったかがちょっとあまりにも昔すぎて深すぎて分からないという、僕も忘れましたけれども、はい、でもとにかくライブで何度も弾いていただいて、デュエットもさせていただいて、本当にお世話になってありがとうございました。ソロライブとかもね、はい、4人ぐらいでやられた時に、そうです、シルクっていう、うん、あのグループがありましたね。一応グループを 2,3 回やったグループがあったんですけれど、みんなミュージカル、ね、ミュージカル仲間でやったの、それでもお世話になりましたね。そうでしたね、はい、それでは歌っていただきましょうか、はい、今日は、はい、まずはスタンダードのエバーグリーンから、うん、これモダンタイムスです。モダンタイムスからですね。チャーリー・チャプリンが作りました、はい、スマイル、スマイル、そして、はい、2曲目ですね。2曲目、加藤時子さんの、紅の豚という映画の中でも歌われてた、うん、宮崎駿さんですね、はい、時には昔の話をという曲、はい、2曲、じゃあ続けて、はい、お願いいたします。Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your feeling sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That a time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.Of sadness, although a tear may be ever so near, that a time you must keep on trying. Smile, what
what are you so crying? You'll find that life is still worthwhile if you'll just smile. ありがとうございます。それでは続けて、はい、時には昔の話を。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、道端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね、写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよね。どこかで清水さんも、はいはい、どうぞ。この曲はね、うん、あのまだ加藤さんの歌唱なんかを聞くと、まあ、まだまだ私が歌うような器ではないなといやいや、本当にやっぱりあの人生とかの経験とか、うん、とにかくこう人間にこう深みが出ないと
なかなか歌いこなせないんだなって練習しながらちょっと選曲誤ったかなと思ったんですけれど、今日初お披露目、そうなんです、まあ、だんだんこれでね毎年1回ずつ歌ってどう変化していい人生を送れてるか、うん、ちょっとバロメーターにしようかなと思いますけれど、はい、ね、清水さんとユンちゃんとのつながりっていうのは、はいはい、これはですね、あの松川さんに一度そのユンちゃんがその目黒の楽屋で歌われたと、うん、そうですね、はい、あの連れて行っていただきまして、その時あまり素晴らしい歌唱力にですね、うまい人がいるよぞっこん惚れて、この方と一緒になんかライブやりたいと思ったんですね、もうその頃からプロじゃないですか、よくそのないですけど、いやいや、この人と一緒にやりたいと言えるその根性が好きですね、こなんていうか、いやいや、私なんてもう全然あのよく拾っていただいてありがとうございます、ありがとうございます。でたまたまあの大阪に転勤する直前に新宿のミノトールで、あれ初めての私のソロコンサートだったんですけど、ユンさんにねスペシャルゲストということで出演していただきまして、私そういう風なスペシャルゲストとかって呼ばれたこと結構なかったので、いいのかなと思いながら行って、客席も豪華でしたね、なんか豪華でしたね、あの時言っちゃダメかな、有名人っていうかもう有名っていう感じのカテゴリーじゃない豪華さがありましたよね、そうでしたね、僕たちが手が届かない世界の方、言いたいけどちょっとまあちょっとね言えないかな、言えないけど本当に素晴らしい、あの時ユンさんが披露したI Dream a Dream、レミゾルブの、はい、あの曲も会場の皆さん大感激してです、素晴らしかったです、素晴らしかったです、ありがとうございます、泣いてらっしゃる方もいらっしゃって、大成功だったです、ありがとうございます、ありがとうございます、それ以来、そして私もずっと海外12年以上外国行ってたんですけど、ユンさんもね、はい、あの結婚されて、そうですね、育児ということで、ずっと音沙汰なかったんですけども、そうですね、ちょこっと、まあ、松川さんを通じてですけど、Facebook でいや、なんか私フェイスブック見たらお顔は知ってるんだけど名前が違うと思って、はい、あれと思ってふっくらされたとかいうことで、いやいや、お顔はね確かにそうと思って、あの頃のそうですねと思いながら、でもお名前が違うから伺ったら、なんと歌手デビューされたということで、そうなんです、清水隆さんというのは芸名で、芸名でね、本名はもっとや、あの、はい、あのそうなん違うからあれと思いながら恐る恐るこう、メッセージを送ってみたらそうだということで、私はそれを驚きと喜びと、ね、ということで私もそう、それで再会なさ、はい、そうですね、まさかこういう形でまたね、本当ですね、またこのメンバーという感じで、そう、そして11月4日、そう、映像でチラシをね、見せていただこうかなと思いますけれども、うん、3人でね、はい、神保町の楽屋で、はい、コンサートをやります、はい、11月4日2時からでございます、タイムマシーンという、タイムマシーンというね、松川さんのバースデーライブも兼ねて、そうなんですよ、50歳おめでとうございます、はい、ありがとうございます、サバ読んじゃった、いいんです、はい、いいんですか、あの芸能人はサバ読んで、そうですよね、はい、笑うとしわが大丈夫です、大丈夫です、お互い様ですよ、大丈夫です、お互い様、もうね、それぞれあの年月を重ねて歌に深みが出て ね、うん、ね、深みが出ましたか ね、今日はあの、はい、撮ってあるんですけれども、11月4日にはね、あのレイ・ミゼラブルの曲を ね、歌っていただこうかなと、そうなんですか、はい、そうなんですね、はい、知らなかったですもう僕たちからのリクエスト で、 そうです、清水さんもチャレンジなさるとか、Bring him home、Bring him home、僕は年をサバ読んで、カフェソングか、素晴らしい、スターズかどちらかにしようかなと思ってますけども、あのミュージカルナンバーを中心にね、タイムマシーンに乗ってあの頃に戻って、僕たちの音楽の歴史みたいな、そんな大好きだった曲を歌おうかなと思ってますけれどもね、はいはい、レ・ミゼラブルっていうとユンちゃん出てらっしゃったんですよね、はい、そうですね、1999年とか、2000年とかっていう時に出ていて、加賀武さんとか、出てらした時に、出ておりました、はい、ちょうどミレニアムコンサートで12月31日の、ね、大晦日の時に、はい、
ちょうどねエポニーノを歌われたんです。そうなんです。年越しで1999年から2000年になるという年越しで、うん、みんなオールキャストいつもと違う役で出ましょうということで、うん、男性が女性の役やったり女性が男性の役、カフェソングとかカフェのシーンなんかは、うん、革命家たちがみんな女性キャストでやったんですよ。で私はエポニーヌの時あの時アンダースタディと言って、うん、まあ、勉強をさせてもらって、本番は出れないんですけれど勉強させていただいてて、でせっかくだからということでやらせて歌わせて、ワンシーンだけですけど歌わせていただいて、テレビ劇で、はい、うん、そうですね、そうですね、よく考えたら ね、お前オン歌えるなんて、お前オン歌ってないです。さすがにお前オンは歌えなくて、一幕の最後のラストのシーンの曲を、うん、まあ、何小節か歌ったって感じですね。はいはいはい。清水さんはレミゼが一番お好きなんですよね。はい、レミゼラブル、それとサウンドミュージック、サウンドミュージック、その2つが私の2大フェイブリットミュージカルです。うんうん、それで、はい、レミゼの Bring Him Home は初挑戦なんですよね。そうですね。11月4日に。はい、頑張ります。で、なぜこの曲を選んだかと言いますとですね、うん、私カナダとエジンバラに両方とも勤務してたんですけども、うん、ちょうどその時アフガン戦争とかイラク戦争 でカナダの若い兵士、スコットランドの若い兵士がたくさん戦場で亡くなってるんですね。でそういう亡くなった息子、亡くなった友人をですね、ぜひとももう一回戻ってきてほしいということで、カナダとかエジンバラにおいてもですね、この曲が非常に重要な役割で演奏されてた。なるほど。それを知って、もともとミュージカルの曲だったのにですね、これだけその重要なブリンヒムホーム、彼を返して、息子を返して家に帰ってきて、帰ってきてちょうだいっていうね、うん、本当に親の友達の温かい熱い気持ちの曲だという曲で、うん、そうですね、でもとっても難曲なんで、どこまで歌えるかね。清水さんもお子様が、はい、お二人、はい、レインボーパパですね。え、どういう意味ですか。虹の父。すいません、私も考えちゃった。ちょっと難しかったな。ちょっと親父難しい。親父が入ってましたね。はい、そんなことで、もう宣伝のチラシも映ってることでしょうし、それでは今度は清水さんコーナーに。そうですね。じゃあ私ちょっと失礼します。はい、それでは、はい。はい、何かこの曲についてのお話ししてからにしましょうか。私がですね、なぜその歌に関心があって歌は自分でも歌いたいかと思ったのはですね、松川さんが歌われたシャル・アズタンブールの名曲のラ・ボエムというのをですね、聞いて、あ、こんなに素晴らしい歌唱力、表現力のある方がいてるんだと思いましてね、私は非常にショックというより驚きというか、いや、こんな風に表現できたらいいなと思ったのが、自分も歌いたいなというきっかけなんです。もう二度とラブエム歌えなくなるじゃないですか。いや、そうないんですよ。だから私の歌の道に入ったきっかけは松川さんなんですよ、ね。あ、そうなんですか。そうなんです。ラブ恩人です。ありがたいですね。いや、まだまだ松川さんの域には達してませんけども。いえいえ、でもシャルル・アズナブールといえばね、この前行きましたね。この間ね、大阪公演、大阪最後の公演ですよね。公演だったですね、あれが最後。94歳で。そうでした ね。でも1時間45分喋って歌って歌ってで休憩なしで ね、 そうですね。94歳とは思えなかったです。私10年前にですね、カナダで84歳の時、公演を聞いたんですけどね、その時に比べて確かに、まあ、声の声量とか多少震えがあったりとか、歌詞もこう見なければ歌えないとかね、いろいろありましたけども、しかしその感動という意味においきましたは ね、84歳の時よりもはるかに94歳の方が心を込めて渾身に自己表現されているという、この姿自身に私は感動しました。ね、清水さんもあと50年ありますから94歳まで歌い続けなきゃ。はい、そうですけど、もうね、途中からもう会場の皆さん涙ぐんでましたね。そうでしたね。
あの知らない曲も多かったんですけれども、でもあのラボエムが始まった時に白いハンカチを出されて、ね、あれをあのキャンバスに見立てたり、それからパレットに ね使ったり、本当にね、この歌手でいらっしゃるんですけど本当にアクターというかね、そうでしたね、俳優でいらっしゃって、ちょっとした動きで表現するという、ね、綺麗でしたね。それでその白いハンカチで、絵の具がついた指をこう拭いて、はいはい、いて、そしてそう、別れのハンカチみたいに客席にこう投げられるんですけれども、どうなった、大阪のおばちゃんたちですので、うわーっと、もうセールのなんかみたいにたかられてです ね、 あったですね、大変でしたね。私遠くから見てまして、怪我人が出ないかなと。そうですよね、あれはやっぱし大阪のおばちゃんのバイタリティですね。バイタリティですね。この放送あの大阪のに流れてますかね、大丈夫ですかね。流れてますね。大阪のおばちゃん聞いてる。ごめんね、ごめんね。、うん、でも大好きなんです。はい、そうですよ、はい、そうですね、そうなんです。今日は清水さん、はい、西宮からね、そうですね、いらしてね、はいはいはい、僕も実家が今は両親が大阪にいて、そうですよね、そうですね、この前 の、 あの9月に、あの心斎橋にアートクラブといって、まあ、関西で、まあ、シャンソンジャズの一番有名なライブハウスで松川さんと私ともう一人の女性の方と3人で、ね、有名な方ばっかり、ね、れそこは菅原さんも出られる、 ね渡辺隆さん、そういろんな方も出られる、さんとか、ね、まあ、そこであのライブコンサートを一緒にさせていただいて、うん、あの非常に、まあ、おかげさまで好評だったですね。であれが私の、まあ、実質的な、まあ、プロデビューというふうに自分自身で言い続けてまして、はい、それまで職業何ですかって言われた時ですね、リタイアして無職だからうーんといつも言葉に詰まってたんですけど、ようやくその時から歌手です、胸を張って、で、あの、まあ、お医者さんのとこ行って、職業何ですかって聞かれた時、思い切って歌手ですって言ったら、あ、演歌ですよねって。いや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 。いや、それで、まあ、シャンソンとかジャズっていうのはね、ちょっとこの先生は通じないと思って、ああそうなんです、あの新世界でギターの流しやってまんなんって言って。そういうふうに言っときましたけど、ね、でも演歌も上手ですよね、はい、いやいやいや、そんなことないんですけどね。いやいやいや、本当にね、もうあの12月にね、はいはい、あのもう一人、仙台のそう清水さんの親友の、はいはい、僕の元生徒さんですけれども、はい、3人でコンサートやるんですよ ね、 おじさま、おじさまという夏のじゃないのに、そうそう、こう3人でやるんですけどね。まあこの前ね、3人で、まあ、ライブハウスでちょっとやった時、まあ、お客さんものすごい感動していただきましたですね。そうでしたね、本当にね、今日来てらっしゃいますね。ありがとうございます。どうでした、いかがでした。あ、やっぱり、 ありがとうございます、また12月お越しください。どうも、その時はお歌いになるんです。あ、どうぞ、 よろしくお願いします。もちろん、もちろんよろしく、大歓迎ですよ、本当に、はい、こう言ってんで、はい、こう言ってんで、はい、あの元宝塚でいらっしゃるんですか。いえいえ、ねえ、男役だったんですよね。でちょっと手術なさってね。違う、もう言いたい放題。じゃあそろそろ歌いに行きましょう。歌いに行きましょう。はい、じゃあ次、あの先ほども申しました、ジャック・ブレルという有名なあのシャンソンの男性の歌手の涙という曲を出していただきます。誰かが泣いている遥かなる国で、戦の絶え間ない祖国を思って涙に濡れている野原の草木も香り高い花を踏みしだかれて、誰かが泣いている
見知らぬ街で裏切られた恋に深く傷ついて涙に濡れている空を飛ぶ鳥も心の翼さえ打ちひしがれて私が泣くのは泣いているあなたの涙を見るとき。どうも。どうぞどうぞ。もう清水さん最後の曲になりますけれども、ミュージカルナンバーをね一、ね、曲歌っていただこうかなと思うんですけれども、はい、11月4日は、はい、ミュージカル中心ですので、そうですね、はい、おそらくこの曲もあるんではないかと思うんですけど、はい、そうです、大好きな曲ですね、はい、サウンドミュージックからですね、エーデルワイスという曲ですね。これちょっと簡単に説明しますと、うん、当時のオーストリアはですね、ドイツのナチスがまさに占領して、まあ、そこでそのオーストリア人がですね国外に亡命というか脱出しようとするわけですね。そしてこの映画の主人公であるトラップ大佐一家、まあ、子供たち、そしてジュリアンドルスの主役の、家庭教師というかが一家を国外に移るんですけど、まあ、その途中でですねコンクールがあって、そしてその一家が出場して結局まあ、優勝するんですけども、そのトラップ大佐が歌うエーデルワイスという曲はですね、まあ、自分たちは祖国を追われて、国外に行くが、そのオーストリアの国の花であるエーデルワイスはいつまでも咲き誇ってオーストリア人の誇りを保っていただきたいという、そういう思いを込めて歌う、そういうエーデルワイスであります。じゃあお聴きください。エーデルワイス、すいません、キーを間違えました。もう一度できます。どうもどうも、これまた生放送のいいとこで。失礼。はい、いいですよ。
それではユンちゃんにもう一遍登場していただきましょう。ミュージカルが続きまして次はコーラスラインですね。はい、そうですね、はい。愛した日々に悔いはない、はい、これを歌っていただこうと思いますけども、はい、何か思い出とか、ね、そうですね、昔劇団四季に在籍した時が、まあ、2年か3年で、うん、あまりこう声を大にして言えるぐらい長期の財団ではなかったんですが、研究生を1年やって美女と野獣で初舞台で踏ませていただいて、とにかく劇団四季での生活がなかったらこう今の私はいないというぐらい精神的にも、まあ、技術面でもですけれど、まあ、舞台人としての基礎を作ってもらったところで、今日これを選んだのは浅利慶太先生が先日お亡くなりになったということでニュースで知って、家族とも話して、あの時がなかったら今のあなたはなかったわねなんていう話をして、今日は先生にまあ私のことをもう覚えてらっしゃらないかもしれないんですが、私の一方的な感謝の気持ちを込めて今日は歌わせていただこうかなと思います。喧嘩ですね。そうですね、うん、本当に本当にお世話になりました。はい、届くといいですね、はい、それでは、はい、コーラスラインから愛した日々に悔いはない、はい、悔やまない選んだ道がどんなに辛くこの日々が報われず過ぎ去ろう別れよう、ああこの愛を
どうぞ、はい、いや届いたと思いますよ。そうですかね、僕もやっぱりお世話になって、はい、あの時期があったから今があるみたいな ね、お互いにあそこで鍛えられた時間っていうのはとても厳しかったけど貴重でしたね、うん、貴重でしたね。もう他にはない、うん、唯一無二の場所でしたからね、はい、若い時代にそこにいたということがね、だから同期で集まったりすると、うん、やっぱり絆がそうですね、ありますね。本当にそうだ、福井君とかと、そうです、福井翔一君とは同期ですね。ジャンバルちゃんやってね、はいはい、うん、そっかそっか。それでは、最後に僕も一曲ソロで歌って、はい、それで、最後に3人でおしゃべりして終わりにしましょう。 そうですね、はい、それでは一曲聴いてください、はい、劇団四季のミュージカルコーラスラインから、愛があってリズム、僕にはリズムがあるし、僕には音楽があるし、僕には恋人がいるから他には何もいらないよっていう素敵な歌です。このリズム、このミュージック、この恋他にはいらない。薪場のひなぎく、この恋他にはいらない。揉め事気にしない、嬉しさいっぱい、星空さん、はい、清水隆さんです。もう一度ご登場いただきました。はい。はい、どうでした？今日は。ドキドキなさいました。私は初めてなんです。清水さんは。いやー、面白い経験なので、そうですね、とても楽しい。ね、はい、あのこんなに明るくて、はい、ね、お客様が近くて、はい、あのライブハウスとかでも、はい、ステージでも客席は暗くて、そうですね、自分の世界に割と入りやすいんですけれどもね。はいはい、今日はドキドキ、これが全世界でインターネット通じて
見れる。そうなんですよ、すぐあのスタッフの方が YouTube に上げてくださるので ね、 ね、いや私生まれて初めてですよ、 YouTube に自分の歌が残るっていうの。そうですか、すごい貴重ですね。いやいやいや、もう恥ずかしいです。いやいやいや、世界中に連絡しなくちゃ、ね、メールしていやでも世界中にお知り合いがいらっしゃるでしょうから。そうですね、なんで名前が変わったのとかね。あそうかもしれない、私みたいに半信半疑な方もいらっしゃるかもしれない。から名前があって、そうですね、でも楽しかったですよ。あの方ですかみたいな、問い合わせが来たりして、はい、来月は、僕が今スタジオをお借りしてお世話になってる、大好きなシンガーソングライターの、渡辺大地君という弾き語りの方と一緒に2人で弾き語りをやろうと、いうことになっておりますので、お楽しみに。今日は本当に、いろいろありがとうございました。まだ喋りそうですよ。ゆうちゃん、なんか宣伝することありますか。宣伝ですか、うん、今度朗読、そうです、あ、朗読と、歌とっていうのがありまして、はい、南青山のマンダラという、ライブハウスで、12月3日と、間違ったら大変だけど、12月3日と12月、10日に、はい、やります、はい、後輩で、あの学校の昭和音楽芸術学院という、うん、あの専門学校のミュージカル科っていうのがありまして、三軒茶屋の、うん、新百合ヶ丘にある。今ちょっとその専門学校はなくなって、あの昭和音大の中にミュージカル科ができたんですけれど、うん、昔は専門学校の中にあって、そこを私出身なんですけど、うん、そこの後輩の、沢口千恵ちゃんという子が、うん、詩を書いたり、あとナレーションをやったり、してる方がいて、その方にお誘いいただいて、詩と、朗読と、歌とっていうライブをやります、もしよろしかったら、お越しいただければと思います、はい、他にも宝塚出身の若い女性が何人か一緒に共演させていただきます、うん、なるほど、はい、清水さんは近々何か。そうですね、まずはあの11月4日、はい、3人の、ね、まあ、ミュージカル、ね、これがまあ一番重要ですけども、はい、でまあ、その後もですね、松川さんと私の友人秀さん3人でおじさん、おじさまのライブを行う、はい、これがもう年、はい、忘れちゃった。もう年で忘れちゃった。そう、ね、お互いね。何に言うんだった。すいません。載せましょう。それと、はい、まあ12月ですけど、18日ですけど、はい。はい、あの赤坂の、有名なシャンソニエでバルバラというお店がございまして、うん、まあそこで東京のシャンソニエ初デビューということで、すごいですね。初デビューじゃなくてデビューですから。世界的な。いやいや、そういうことで、まだよろしくお願いいたします、はい、どうも。それでは、はい、今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。まだ喋れそうですねこれ難しいですね。難しい、なかなか。30秒何を喋りましょう。ニコニコ笑って手を振りましょうか。手を振るか、11月4日、はい、月4日、皆さん待ってますので、ぜひよろしくお願いします。神保町の楽屋です。何時からでしたっけ。14時から、2時からです、ね、14時から、はい、2時からです、はいはい、いろんな曲歌いますから ね楽しみに、はいはい、初挑戦の曲も多いのでね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。手を振っときますそれではありがとうございました。どうも。